おはようございます、こんにちは、こんばんは。バイオリニストの倉田里乃です。今日は初めての試みでクラシックをより身近に感じてもらうためにクラシックの作曲家やバイオリニストをご紹介していきたいと思います。初回の今日は希代の天才バイオリニストであり作曲家のパガニーニを解説していきたいと思います。パガニーニは1782年にイタリアのジェノバで生まれました。港の労働者である父親に5歳でマンダリンを教えられ、他にもギター、そして7歳の時にバイオリンを始めます。小さい頃から父親に厳しく鍛えられ、厳しい練習についてこなければ病弱体質にもかかわらず暴力を受けたり食事を与えないこともあったそうです。パガニーニが19歳の時、ある政治家に呼ばれイタリアのトスカーナ州にある小さな町の、教会の儀式で演奏することになりました。28分間の演奏だったんですけれども、彼は鳥の鳴き声だったりフルートの音、そしてトロンボーンの音などをバイオリンで真似してみせたそうです。あまりにも、そっくりに演奏するということで、その完成度の高さに観客はとても驚き、教会という静寂な場所にもかかわらず笑い声や歓声が上がるほどの演奏技術がありました。パガニーニはバイオリンの演奏技術があまりにも高いことから悪魔に魂を売り渡したバイオリニストというふうに言われていました。そして作曲家としても、バイオリニストとしてもとても高い評価をされていました。例えば作曲家、としての評価、例えばシューマンだと若いイタリア人の作曲家の中でも最高水準というふうに言っていたり、ブラームスもバイオリン作品としては当然のこと、音楽作品としても偉大な、才能があるというふうにパガニーニのことを言っていたんですね。バイオリニストとしての評価は、例えばリストだと私はピアノのパガニーニになるというふうに言っていたり、シューベルトに関してはこんな桁違いの天才はもう二度と現れないだろうというふうに言っていたそうです。悪魔に魂を売り渡したと言われるほどの演奏技術に加え、病気の影響で目がとても鋭く髪も長かったことから容姿が悪魔っぽかったため本当に悪魔じゃないかっていう噂まで立ったんですね。パガニーニの演奏会には十字架を切りながら演奏を聴いたり、パガニーニの足が本当に地についているかを確かめに、来るお客様もいたみたいです。パガニーニは秘密主義者としても知られていて、あまり多くの楽曲は現代に残っていません。著作権が確立しない時代で盗作などを恐れて楽譜を一切公開しなかったんですね。死の直前には楽譜をほとんど燃やしてしまったため大部分の作品は廃絶されてしまいました。今流れているのがパガニーニ作曲の24のカプリウスの24番なんですけれども、弦を弾いたりという特殊な奏法などが使われていますね。演奏したことがある人たちはわかると思うんですけれども、パガニーニのバイオリン曲っていうのはね、左手のピッチカートだったりとか、フラジオレットがねたくさん使われる奏法だったり、超絶技巧と言われるものが盛りだくさんで、どれも高度な技術が必要なものばかりだったんですよね。左手のピッチカートはパガニーニが考案した新奏法で、パガニーニは多くの奏法を、発明しました。現在残っている譜面っていうのはパガニーニの演奏を聴いた人たちが書き起こしたものであって、彼の技術を継承する人はいなかったため幻の新技法も存在していただろうというふうに言われております。ということで今日は作曲家バイオリニスト紹介でした。いかがだったでしょうか。今回ご紹介したのは私がレッスン動画でも出した左手のピッチカートの生みの親でもあるパガニーニでした。もし、この動画がご好評であれば、まだまだご紹介したい作曲家やバイオリニストがたくさんいるので続けたいと思います。ということでまたね。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。私はバイオリン講師としても活動しております。オンラインレッスンも受け付けておりますのでお気軽にお申し込みください。
詳しくは無料相談を行っていますので、概要欄にあるウェブサイトよりお問い合わせください。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。